某映画の撮影現場の伐採作業を撮っていこうかと思います。上間さんはその地元に密着してそのいい場所をこういう場所があるってアピールする感じ、うんうん、スタッフが入ってくるのに平さんたちに気を切ってもらって、うん、上間さんの土地だから何でもやらせてくれおおおおお早っ粉々じゃん。早っ粉々じゃん。よいしょよいしょ。ではこうやってツルを残すわけです。はい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 、ツルを残すわけです。はいはいはい、これも同じあれで、これは逆にこの左側を垂れる倒れる方向を先に除去しとく。こっちが倒れる方向、うん、除去しといて、うん、上部で紐で引っ張って、まあ、遅延層、遅延ブロック内で引っ張って、うん、ここを次和田が切っていくじゃん、うん、ここはもうスカスカだから、うんうん、切り除けばここにこう、じゃあこれもさっきと同じようにここに切り込み入れて、うん、で次ここからやってて倒したんだ。チェーンブロックで引っ張って、 そう、それを先やらないと倒れ方向もどこになるか分からない。なるほどね。で逆に単独に素人がここから入れるでしょ、うんうん、木が重量が向こうにあったら歯食い込んでもうチェーンソーも取れなくなる。よくやってたね俺、イケスの伐採である、うん、木の大平っぱだったら重量かかってるところを見分けて、うんうん、そこを切り口入れて、うんうん、その反対側を切ればそこに倒れていくから。なるほどね、勉強になります。ここ、こういった場所は倒したい方向を見ながら、はい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 、で上の状況を見ながらそういう作業をしないと倒す方向を。なるほど、そういう中でですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあだいぶ片付きましたね。最後の一本に差し掛かるそうです。一番の大物、黄色いラインから行くの。もういきなり、もう黄色いラインよりちょっと上かな。はあ、やばいね、楽しみです。おいしいとこはパパです。パパ頑張れ。やば、上手。これこれ、でっかいので切ってな。なんでそこだけ俺なの。重たいのもっとここ。あ、いいか、切るか。いいよいいよ、行くよ。すごい。そうやって切るんだね。なぜここを切ったかわかるか。見て。まあ、こうやって落ちていくように。違う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 、木がさ、折ると皮がむけるんよ。あ、はあ、はあ、
なるほど。最初ね、だから筋入れとけば、はあ、そこでそこってこう今いう風に綺麗に落ちるという。なるほどね。で本仕上げでもう一度ここから技に今綺麗に切ってもらうから。あーはーはー、いやー素晴らしい。こんなにうまく落ちるもんなんだね。あ、あっこの枝折れてる。あ、じゃあやっちゃった。あ、これはもう許してそして上は綺麗に開けました。ラーラーラー、青い空と綺麗な断面。もう虫入ってるな。黒ずんでるわ。これで何キロぐらいあるかな。持てる？持てねえよそんな。キロぐらい。キロまではないか。キロまではない。鉄くずだったらいいのにな。何せ持ってって。